今日はですね、皆さんに最近おすすめのヘアケアをね、ちょっと紹介したいなと思って動画を回しました。私ね、もう本当に前から動画を見てくださってる方は分かってると思うんですけど、もうありえないぐらい、頭おかしいぐらいブリーチをね、もうめちゃめちゃしてたんですね。例えばね、ピンクにしたくてピンクにしました。あ、次やっぱ赤にしたい赤にしました。それ1週間ぐらいでね、でやっぱ3日後に今度はすごく明るいピンクにしたいと思ってまたブリーチしました。でやっぱその次暗くしたいんで黒髪にしました。あ、やっぱ明るいのが明るいのしましたみたいな。もうそれをもう1ヶ月以内とかに5回ぐらいしたんですよ。もうそりゃね、髪の毛とかも本当にギチギチになるし、ちぎれるしみたいな感じで、エクステもねずっとしてたんですけど、やっぱりそれじゃね、髪の毛も伸びないし、しかもプラスで傷んじゃうから、エクステはね今外したりはしてるんですけど、なんかね、まあやっぱ周りからおすすめされたものとか SNS でバズってるものから何から、ね、試してみたんですけど、やっぱり合わない商品とかが結構あったりして、私ね、肌質も混合肌で敏感肌だから、普段のヘアケアでもやっぱ髪の毛って肌についちゃうから、髪の毛おでことかについちゃうと、製品が強かったりするとおでこ私ブツブツになっちゃったりするので、敏感肌でも使えるかと、まあもちろんその一番大事な髪の毛がサラサラになるかで、3つ目が香りが好みかで、プラスアルファで髪の毛はサラサラでも頭皮がベタついちゃったりとか、そういうのとかって結構あるじゃないですか。だからね、頭皮と毛髪ケアのバランスってすごく大事だなって思うんですよ。でね、今日紹介するね、そのシャンプーとトリートメントに変えてから、私がその重要視しているね、全部のものに当てはまってて、すごくいい商品を見つけたので、皆さんにこんな感じでね、動画1本丸々でちょっと紹介していきたいと思います。見て、さ、ちょっと光沢とかわかるかな。私ね、ショートにしてからアイロンとかもあんまり使ってないんですけど、このさ、ここのサラサラ感わかる？この指通りとかもそうだし、なんかやっぱさ、ここら辺が光沢があった方がさ、その横から見た時とか後ろから見た時、前から見た時もそうだけど、すごく綺麗に見えるじゃないですか。髪の毛綺麗ってなる人って、ここら辺なんか綺麗に光沢感ある人だと思うんですよね。それがね、私一切なかったんですけど、やっと見てできました。マジで痛みまくってたね、髪の毛が。本当にこれでもかってぐらい生き返ったものなんですけど、ちょうどいよいよ9点の目変わりが始まるっていうことで、今回の目変わりね、ぜひ皆さんにね、ゲットしていただきたいって思って、この動画を見てくれてる方のためのクーポンだったりとかも用意してくださったので、この動画でね、詳しく教えちゃいますので、ぜひ最後まで見てください。実際に商品を使っている動画を撮ってきたので、ぜひそちらをご覧ください。はい、まずこちらはですね、ライアのプロアルテインシャンプーを使っていきたいと思います。こちらはですね、抜け毛緩和とか頭皮コア強化って言って、私みたいにめちゃめちゃブリーチしててとか、髪の毛がちょっとちぎれちゃっているっていう方にもとってもおすすめです。髪の毛にタンパク質が不足していると、髪の毛が細くなったりとか、張り腰を失ったり生えにくくなったりする原因になってしまうので、やっぱり髪の毛にはね、タンパク質が重要なんだなって思うんですけど、こちらのね、シャンプーは7つの高濃縮タンパク質と21種のアミノ酸とね、1つにしたライアで独自で開発したプロアルテインを配合されております。頭皮にもね、必要な栄養素を与えることで、根本的に髪と頭皮のコアを高めてくれます。こんな感じでね、髪の毛をマッサージしながらいつも使ったりしているんですけど、このシャンプーを使い始めてから髪の毛にね、コシが出てきて、本当に生き返ったような気がします。とってもね、強くなりました、髪の毛が。テクスチャーもね、クリーミーなテクスチャーで、泡立ちがすっごく良くてね、本当にきめ細かいです。こんな感じでね、洗い流してですると、髪の毛にね、光沢感が出てきたりとかね、すごくツルンツルンになります。はい、お次はライアのタンパク質ヘアトリートメントを使っていきたいと思います。こちらはね、ヘアコア強化なんですけど、テクスチャーはね、こんな感じで結構もったりはしているんですけど、ベタベタはせずね、すごく好きなテクスチャーです。シャンプーと同じく高濃縮タンパク質がね、5種類も入っています。なのでね、こうやってキュッキュッキュッってやったりしてね、浸透させてます。普通やっぱりトリートメントは20分ぐらい置くんですけど、これはね、5分後ぐらいに流しても OK なので、めんどくさがり屋の私にとってもね、本当にありがたいですし、何よりもね、香りがね、今までヘアケア商品で嗅いだことのない高級香水にありそうなね、ほんのりしたムスクな香りで、本当に癒されます。こんな感じで洗い流すとね、これもね、光沢感さらに出てきたの分かりますか？
シャンプーでね、頭皮コアを鍛えてからトリートメントで保湿とね、ダメージ補修をしたらね、完璧です。こんな感じでね、こちらを使い始めてから結構髪の毛が生き返ったなって思うので、ぜひね、皆さんも使ってみてください。はい、っていうことでね、もうめちゃめちゃ熱弁しちゃったんですけど、いかがでしたか？本当にね、マジ騙されたと思って一回使ってほしい。匂いも本当に美容室帰りですかっていう匂いだし、しかもそのシャンプーの匂いってやっぱりちょっとね、長く持たなかったりするんですけど、ずっといい匂いだし、香水いらないんじゃないかってくらい、すごくね、きつくなくてふんわり自然な香りっていうのかな、っていうのもすごくね、お気に入りのポイントかなって思います。ライアンのね、シャンプーは全部で4種類あるので、それぞれね、悩みに合ったものを使ってみるのもいいかなって思います。そしてね、気になるお値段なんですけど、ライアンのシャンプーとトリートメントはどちらも定価が2600円、税込みで2600円なんですね。そしてなんとなんと、今回の目代わりで2商品好きに選べるセットが、通常のところ2個セットで3600円なんですけども、目代わりクーポン適用でなんと2880円になります。めちゃめちゃお得じゃないですか。2商品で2800円ってすごくお得だと思います。さらにね、なんと今回ブランド側にね、まあもうちょっとできないですかって言ってお願いして、メガクーポンと併用できる 5% オフのショップクーポンをね、準備させていただきました。すごすぎる。47% 引きですよ。それでこれは買わないわけないと思って、私もね、9点がね、韓国で使えないので、家族とかに頼んで買っといてって言おうかなって思うくらい、もうこれはお得すぎるので、はい、ぜひね、皆さんちょっとチェックしてみてください。ショップクーポンはね、ライア公式ショップの全商品に適用できるので、単品にも使えます。商品のね、リンクとクーポン情報はぜひ概要欄に載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。しばらくは私もエクステはつけないで、髪のね、髪育っていうのかな？毛育育成させようと思います、ちゃんと。でも本当にね、サラサラになったし、すごく髪の毛触るのが結構多くなったかなって思います。サラサラーと思って。はい、こんな感じで私のヘアケア部門の9点目代わりのおすすめ動画でした。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価とかお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。